また100円ショップのアイテムです。推し活グッズの売り場にあったんですね。この3つセットで100円です。いいなと思って、あとねオレンジも購入しました。こちらにつけていきたいと思います。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布で、なんだと思います？この細長いのキーケースに見えるけど違うんですよ。もちろん鍵を入れてもいいんですけど、ちょっとだけね現金を持ち歩きたい時に使えるコインケースっていうか、まあ、小さな小物入れ作りました。キーホルダー的に使えて、でこう振っても落ちませんからね。振っても落ちないくんです。材料はこちら、表布、裏布でタブとボタン2組と、あとまあねなくてもいいですけど、あるとつけられます。サイズは 13cm×18cm、 13cm×18cm です。タブです。タブは 5cm×8cm、 5cm×8cm です。ボタンは2組用意しています。で、あとはこちら後付けするタイプのものです。表の面の裏にはしっかり接着芯貼ってますよ。貼らなくても作れます。まあ貼った方がしっかりとするぐらいですね。タブちょっとだけね、貼りました。タブは貼らなくても本当に大丈夫です。前面に貼るとちょっと縫いにくいかもしれません。あ、こちらカーブフェラーです。タブをね折り目をつけるのに、まあ、アイロンかけるほどでもないなっていう時にこうカーブヘラとかを使います。アイロンよりね、まあ、手軽ですね。反対側尖ってるので、角出すのに使ってもいいんですよ。接着芯貼ってる方を表に来るように使おうかなと思います。これ続けざまに縫ってるのでこの字に縫ってますけど、ね、サイドだけでいいですからね。こちらを表布端から3センチのところに端を合わせて仮縫いしていきます。ここからね2センチになる予定です。端っこギリギリなのでタブもしするんだったらこれより小さくはできます。仮縫いをしてください。返し口どこでもいいので1箇所作ります。ここを縫う場合はこの短い辺でもいいし、必ずここは縫うので、まあ、長い辺に返し口を作ってもいいです。今回はこの長いところに返し口を作ります。裏布と中表に合わせて周囲を縫い代1センチでぐるりと縫っていきますよ。まあ特段難しいことはねないと思います。縫い代1センチで縫ってくださいね。ここでちゃんとね四角に縫えてると、この後もね表に返した時も綺麗になります。厚みが気になるのと角を綺麗に出すので角をカットしています。で、縫い代はね倒してみました。特に返し口のところはね倒した方がいいと思います。表に返します。表に返す時角きちっと出してくださいね。角は目打ちとかでね出すのがいいと思います。目打ちも滑らか目打ちの方がね角きれいに出るかなと思います。このカーブヘラでもね今回うまく出ましたよ。多少ね布を引っ張ったりしてアイロンでギュッとね形を整えます。今回取り出し口のところを縫い押さえましたが、縫い押さえなくてもいいです。中心ちょっとね折って軽く印をつけます。右側左側からとねまあ折るんですね。で中心で重なるように折ってください。こうタブのある側はねタブの端が端っこになるはずです。ちょっと右と左でね大きさ違うんですね。ここねもうちょっと内側にしたいなら多分短くというか幅狭くしてくださいね。上下ずれないように縫い押さえます。もう完成の形見えてきたので、
もうね、すぐできますよ。力がかかるところは、返し縫いとかしっかりしておいてもいいし、しなくてもいいんですけど、した方がね、まあいいかな、強度が増します。ボタンはお好みの位置でつけてほしいんです。私は端から 1.5 センチずつぐらいのところに打ちました。で、器具を入れて打ち付けるタイプなので、これぐらいのね、ボタンの位置が限界かなと思ったのです。もうちょっと外側っていうのかな、で打ってもいいかなと思います。ボタンちょっと大変ですけど、4箇所つけていきますからね。反対側はちゃんとね、ボタンがパチッと重なるところにつけますよ。手でギュッとするタイプでもいいです。できました、完成です。わーい、サクッとできすぎなんですよね。ちょっとね、ボタンは内側ですが、まあ問題ないです。もうちょっとね、外側につけたいんですけどね。ボタンを打ち付けてから縫うって、私にはねちょっと大変なので、1期目で、まあこれでもいいかなと思ってます。器具もうちょっとね、グッと入りそうだったんで、もう少し外側に行けるかなっていう気もしますが、これでも全然問題ないし、中央にね、ベルト状に、まあ作ってもいいかもしれません。アレンジしてください。で、リングつきましたが、こういうのつくとなんか急に売り物っぽくなりますね。リカンつけてもいいし、後付けリングでもいいです。縦方向はもう少し短くできなくもないです。あと1センチぐらいは。でもね、これぐらい余裕があってもいいかなとも思うんですね。どうですかね。まあ、好みというか、まあ好みかな。まあ、あと1センチ短くすると、ギリギリといえばギリギリではないんですけどね。出し入れしやすさを考えて、これぐらいのゆとりにしています。まあ、縦方向11センチぐらいなんで、そんなに大きくはないです。ちょっとなんかアイスというか、シュール、猫ちゃんのなんかね、餌みたいな感じもしなくもなかったり。皆さんもぜひ一度作ってみてください。うさんこ本発売中です。2024年5月にちゃっかりハンドメイドも出ましたよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。手芸ウェブサイトみぐらテールでエッセイ連載中です。防具学園東京校さんで講座をすることになりました。来ていただけると嬉しいです。 X、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。